平野氏仕と岡本カウアンの対立劇化、ジャニーズファンの意見割れ。4月12日、元ジャニーズ JR で歌手の岡本カウアンが、ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏から受けた性的被害を告発する会見を開催しました。その後、カウアンは TikTok 上で、キング。 リンチェのメンバーである平野仕様に対する暴行疑惑を告発し、ジャニーズファンの間で波紋を広げています。岡本カウアンと平野仕様は、2012年にジャニーズ事務所に入所し、JR として同期として活動していました。岡本カウアンは、平野に対する驚くべき証言をしました。彼は初めて平野に会った際、 平野がクソヤンキーで他の人に対して暴力行為を働いていたことを語りました。俺もヤンチャしてたんだけど平野はクソヤンキーで人に正座させて顔面を蹴ってたの俺まず初日に聞かされてたから、ね。平野とその友達から、平野の中学時代におけるヤンチャな様子は、 ファンの間で公然の秘密として広まり、ネット上には中学の卒業式で紫の特攻服を着たとされる写真も出回っています。平野自身もこの事実を認め、コンサートのマックで中学時代の話題に触れた際、流出していると思うから調べたら出てくるよ、とコメントしています。 ただし、人の顔面を蹴る行為が本当であれば、それは、単なるやんちゃとは言えない行為です。岡本川ワの告発に対して、平野のファンである平野タンたちからは激しい怒りの声が上がっています。キング、リンチェはジャニー、北川氏に直談判してデビューを果たしたグループとして知られており、ジャニー氏の性加害疑惑を告発するもと、JR 対する風当たりが強いとされています。 やめた奴らが現在所属しているタレントたちの足を引っ張っているという感覚なんです。特に、顔出しでジャニーズの闇を暴露しているカウアンは激しい口撃対象になっている。今回の平野に関する暴露も、平野のタンたちにとっては許されない行為とみなされ、カウアンに対するバッシングが強まっているというわけです。 この状況下で、岡本カウアンはボディーガードを雇った方が良いかもしれません。安全面への懸念が高まっているため、彼の安全を確保するための措置が必要です。結論。岡本カウアンの告発によって、ジャニーズファンの間で騒動が巻き起こっています。 彼の暴露に対する反応は賛否両論ですが、この問題はジャニーズ事務所とそのアーティストたちにとっても大きな影響を与えています。我々はこの問題について冷静に議論し、すべての関係者の意見を尊重するべきです。この件についてのあなたの意見やコメントをお待ちしています。フォロー、いいね、コメントを通じて、 この重要なテーマに対する議論に参加しましょう。